マッドハーズがやっぱ分かった下町感出してるかったたまに行かれた店があるじゃん。分かった分かった。パイトークパイトーク納得したパイトークですね。タイトークタイトークタイトークもなんかいただきました幅広いですね。今日これタイトークでタイトークでいただきました。だいぶ今なんか地域差がだいぶあるんですけど今回すごい広い地域で大丈夫ですか。山手の、はい、山手線の東側っすなるほどなるほど。あの葛飾区とか来ちゃうとちょっと近くてもちろんですかノイジーなイメージなんかあの雑居してる感じがあるんだけど食いに行かれた店があるそう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 なんでないみたいなすっげえ食ったのにいくらですか2000円です。今これエフェクターモードの話です。今これエフェクターモードの話です。安くねみたいな、うん、すごい料亭みたいな入りづれこの店みたいな感じですね。これね入りづれカレー美味しい。そうそうそう入ったらうわ超うまいおられるよみたいな。この飲み屋から出るカレーがうまいよく分かんない。絶対これもられるよって思ってたら1000円です。2000円。2人で2000円です。そうですカレー山盛り食って500円です。え、なんかえみたいな。今これ自分のエフェクターボードの話ですこれから行く飲み屋の話ではね。そうじゃないそうですね。じゃあ新メンバーは来たタイトークで。タイトークはいタイトークもうゆるいあのね、今日何がひどいってもう別々のことしてるからまず何かしら初回のあの緊張感統一感なんとかまとめようみたいなもう全くないって感じ。あのまあ緩くなったね。まあ何が弾くのが楽しくなっちゃって今完全弾くのが楽しくなっちゃって感じなんで。さあ原田氏がこう今弾くのが楽しくなってる中次回の話をしたいんですが、どうでしょうかね次回。次回はそうっすね。でも今回ファズやったんで次じゃあ歪み系はいいんじゃないかな。歪み系を連続でいきますか、はい、それともなんかもういや歪み系を一回置いとかね。じゃあ空間にします、うん、空間空間もしくはモジュレーション。モジュレーション、うん、モジュレーションどうしようね。まとめますかそれともまあ音で分けるかっていうのがあるんですけど、DAEとかで